はい、皆さん、お元気ですか？今日も三分でわかる聖書をご覧くださり、ありがとうございます。今日の質問です。悔い改めの祈りについて教えてください。三代、四代前の先祖の罪や都がについても、取りなしの祈りをする必要はありますか？毎日一時間以上、それについて祈らなければ、記憶にならないと言われました。はい。 この質問ですね結論から言いますとこの教えは間違ってますこれはクリスチャンを束縛するものであって聖書的ではありませんなぜこの教えが聖書的ではないのかその理由をいつものように3つ申し上げます1番目にこの教えは出エジプト記20章4節から6節 から出ていますテジプト20の4から6ですね。これが根底にある聖句だと思われますね。この20章の4節から6節というのはいわゆる十戒回ですね。10回の第2回なんです。第2回は偶像礼拝を禁止している内容ですね。そして偶像礼拝の禁止の状況に続いてこういう言葉が出てくるんです。私を憎む者には 父の戸賀を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。こういうことが出てきます。そこからこの教えが出てきているんだと思われますね。二番目に、この教えは聖句の意味を誤解しています。誤解の上に成り立っている教えだということです。 父の戸川を子に報い三代四代にまで及ぼすというのはどういう意味でしょうか聖書には父の犯した罪のゆえに子が罰を受けるという教えはありません一人一人はそれぞれ自分が犯した罪のゆえに裁きを受けるわけですではこの聖句は何を意味しているかっていうと先祖の罪の悪影響は子孫に及ぶんだということを言っているわけです 罪の悪影響のことを言ってるんですそして主は罪の悪影響をいつまでも続くんじゃなくて三代か四代でとどめてくださるそれが父の戸賀を子に報い三代四代にまで及ぼしという言葉の意味ですねそれに続いて恵みを千代にまで施すという言葉がありますこれはどういう意味かというと先祖の良い影響は 子孫にまで及ぶ良い影響は主の恵みによって長く続くということです。まとめてみるとこういうことです。先祖の罪っていうのは子供にそれが報いていくという意味ではなくて先祖の罪は子供に悪影響を及ぼすという意味そしてその罪は悪影響を及ぼすんだけど主はそれを3代か4代でとどめてくださる。 先祖の良い影響は子孫にまだ呼ぶ良い影響は主の恵みによって長く続いていくんだこれがこの聖句が教えている内容ですねですから子孫に悪影響を与えないために偶像礼拝を避けなさいと神様は教えてくださっているわけです先祖の罪や咎が子孫に影響を及ぼしているわけではないわけです3番目に この教えはイエス・キリストの十字架の軽視につながります。つまりイエス・キリストの十字架を軽く見ているということです。イエス・キリストは私たちの罪のために死んでくださいました。イエス・キリストを信じた人は罪許され、神の怒りから解放されました。ですから私たちは今自由になっているんです。毎日1時間以上 先祖の罪のの罪ために祈ららなななければいなないというのはこれは嘘ですこれはキリストの十字架の力を軽く扱っている悪り引いて見ているからこういう誤った教えが出てくるわけですもし毎日1時間以上先祖の罪のために取りなしの祈りをしなければいけないんだとしたらイエス・キリストの十字架は不十分不完全だということになります私たちはイエス・スキリストによって 義とされました神の怒りから解放されたんですねそして罪を犯した時はそれを告白することによって記憶されますこれが私たちが記憶される方法ですイエス・キリストを信じた人はあらゆる呪いから解放されていますねどうぞ安心して信仰生活を送ってくださいではまた次の Q&A でお目にかかりましょう